海上自衛隊の潜水艦が、ほんのわずかな時間で壊滅してしまう可能性があるという情報が飛び込んできた。その最悪のシナリオとは、どのようなものか詳しく深掘りしていきます。潜水艦って通常動力型では最強のはずではなかったかな。静粛性は世界屈指の性能で原子力潜水艦にも負けないはずなのに、海上自衛隊に何が起きるのか気になりますよね。それと、ようやく台湾の潜水艦が進水式まで建造しています。あと少しだ。オーストラリアは未だ潜水艦を建造していませんね。そもそも増強が進められている海上自衛隊の潜水艦隊に何が起きたというのでしょうか。海上自衛隊では2017年以来、他国の止まらぬ軍拡や執拗な海洋進出に対処するため、潜水艦隊の増強が進められてきた。しかし、その増強とは裏腹に、潜水艦隊は最悪、戦わずに総崩れになってしまう可能性があるとの致命的弱点があり、そのまま放置されているという大きな矛盾を抱えていたのだ。もともと海上自衛隊の潜水艦は保有数を16隻と国で定められていたが、政府は2010年には2隻の練習潜水艦を含まず22隻に拡張することを決定していた。現在、日本で潜水艦を建造できるメーカーは川崎重工と三菱重工の2社以外になく、いずれの造船所も神戸に所在している。防衛装備庁は、それぞれに対して、定期的に仕事を与えて、ノウハウを受け継がせるため、1年に、1隻ペースで、交互に、随時で契約を行っている現状なのだ。要するに、海上自衛隊には、必ず、1年に1隻のペースで、新しい潜水艦が就役すると同時に、1年に1隻ずつ退役することで、定数を維持し続けているわけだ。これまでは、慣例16年で一線を退いていたわけだが、これは世界的に見ても異例なほどの短命ということが言え、本来まだまだ現役で使える状態のものを定数があるから廃棄するというありえない規定だと言ってもいいでしょう。海軍大国のアメリカでさえも、ニミッツ級の空母は1975年の就役から慣例50年を迎えようとしているが、10隻すべてが現役で運用されているくらいだ。このような実例があるにもかかわらず、海上自衛隊の潜水艦は、現役期間を、マックス22年として、定数22隻を実現する流れとなっている。補足しておくと、現役を退いた後は練習艦として使われるので、一応廃艦されるまで含めると、30年近くは浸水しているということになる。もしくは、我々が知る由もない海底任務についている可能性も十分に考えられる。前置きと現状説明はここまでとして、ここからは海自潜水艦隊が5分で総崩れをする可能性について詳しく見ていきましょう。確かに潜水艦は発見することが極めて困難であるため、水上を航行する船舶に対して一方的に攻撃を仕掛けることが可能であり、彼岸にとって脅威度の高い兵器と言っても過言ではありません。だから、定数が増加すること自体は、中国やロシア、北朝鮮などに対しても、抑止力が大きく強化されることを期待できると言えるでしょう。ところが、冒頭で話したように、万が一の有事の際に、敵国が本気になれば、虎のことも言える海上自衛隊の潜水艦隊を、5分と経たずに総崩れへと追い込むことができる可能性があるのだ。2017年1月、海上自衛隊は、親潮型潜水艦10隻、そう、流型潜水艦7隻を実戦配備し、そして練習潜水艦2隻を合わせて計17隻を保有していた。これらの潜水艦は、潜水艦隊司令部のある神奈川県の横須賀基地、あるいは広島県の5基地のいずれかを母港としており、どちらの基地も公園に面した岸壁や桟橋に完全無防備な状態で停泊していると言ってもよい。5基地には、坑道に隣接する潜水艦桟橋あり、外敵を遮るのはこの門だけであり、実は、脚立で簡単に乗り越えることができてしまう。この日は、何隻が停泊していた、というのも簡単に覗くことができる。
しかも、外から丸見え状態で、魚雷の装填なども言っており、呉基地には一人の保証も見張っていないので、その気になれば、民間人でさえも柵を破壊して潜入し、潜水艦に至る着することも決して不可能ではないと言ってもいいでしょう。そのため、敵国の特殊部隊が民間のバスなどをチャーターして接近、そして一気に突入した場合、これを阻止する手立ては現状ありません。基地内部に侵入しなくても、横須賀基地であれば、隣のベルニー公園または近くにある大型商業施設の屋上から対戦車ミサイルを撃ち込んでしまえば、間違いなく5分と経たずに、停泊中の全ての潜水艦は破壊することも可能である。また、数日間の足止めで良ければ、自爆型ドローンを使用するだけで、遠方から簡単に損傷を与えることもできる。このベルニー公園は軍港巡りの出港地でもあり、観光客でも簡単に入ることができて常に賑わっている。ここでも潜水艦何隻が停泊しているというのも確認ができるが、米軍の潜水艦は見えない位置に停泊しているといった状況だ。日本国に対して本格的な侵略や国際テロが起きた場合、敵国の輸送船や艦艇を阻止することができる潜水艦は、専守防衛のよう要となることが期待されている。しかし、広大な四方の日本領海をカバーするには限界があり、もし奇襲攻撃によって潜水艦隊が半壊となってしまえば、それも困難を極める形になるだろう。最悪の事態が現実に起きうる、最もな理由を現役警察官に尋ねると、この奇襲攻撃の恐ろしいところは、実行側にリスクがほとんどないことにあるという根本的な部分を指摘しており、次のように語った。仮に破壊活動の最中であれば、正当防衛として自衛隊がここで武器使用の権限を行使して反撃することは可能だろう。しかし、実際は反撃する前に破壊活動は終了している。その後投降して、しかも堂々と国の兵士と名乗られでもしたら、抗戦する法的根拠は消滅してしまう。その後は、彼らが本当に兵士かどうか実際にはわからないので、一旦は自衛隊の警務隊または警察官が殺人、殺人未遂、銃刀法、建造物侵入などの容疑で逮捕する流れとなるだろう。そして勾留延長が適用されて最大23日の間に兵士と裏付けが取れたならば、防衛省が管理する捕虜収容所に引き渡すことになるのではないでしょうか。この時に、警察は、国際法における、戦闘員の要件を満たしておらず、捕虜の資格はない犯罪者と断定して起訴しようとするのでしょうが、彼らが、その後捕虜として祖国へ戻されるかどうかは、その時の政権の意向が影響してくると思われる。実際に、小泉政権や野田政権の頃、尖閣諸島に上陸した中国人活動家が逮捕されたが、その後は起訴されることもなく強制送還されたという既成事実があるくらいだ。もちろん、敵国が実際にこうした強硬手段を取ってくるかどうかはわかりませんが、歴史を紐解くと、相手が強硬手段に出るわけがないという甘えから戦争を引き起こした事例は数多く存在している。ここ数十年の先例を見ても、2003年3月20日、2011年12月15日に起きたイラク戦争、1990年8月2日から1991年3月3日に起きた湾岸戦争、1982年4月2日、1982年6月14日に起きたフォークランド戦争、1973年10月6日、1973年10月25日に起きた第四次中東戦争などがあり、そして最後に忘れてはいけない1941年12月7日、1945年9月2日に日本が引き起こした太平洋戦争もその一つである。1941年、当時のフランクリン・ルーズベルト第32代アメリカ合衆国大統領は、日本の奇襲攻撃の可能性について、事前に報告を受けておきながらも、日本を小国と侮った結果として、真珠湾攻撃で、太平洋艦隊の主力を失っている。呉基地や横須賀基地が、第二の真珠湾とならないという保証はどこにもなく、
そして、それは、容易に可能な状態で何十年も放置され続けている。この問題に関して、日本政府は、真剣に取り組み、いかなる外敵からも守れる体制を取らないと、日本はあっという間に侵略されてしまうだろう。